炎上ウィーク。はい、ということで待ちに待った炎上ウィークですね。はい、はい、自己紹介忘れてます。そうですね、はい、どうもこんにちは、しゅんです。3秒無駄遣いしてみた、けいたです。俺らの時間を無駄にするなと。面白くてためになる動画をやってるって聞いて見に来たのに、はいはいはい、なんだ今のはって今もうブチ切れてるってことね。いやもう今のでもう最高になるね。最高の始まりを飾れたと思うんですよ。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、ということでね、あの炎上ウィーク初日ということで、はい、炎上しそうな内容を7本の動画として、はい、まあ上げていこうと。初めはじゃあ着火剤ということで。そうね。ということで1日目は、日本の都会の方が圧倒的にバンクーバーより優れてるべっていう話題を話していこうと思う、ね、これ賛否両論あると思うけど、俺はね間違いないと思う。間違いない、間違いないと思っちゃう。ということでじゃあケイタさん、日本の都会の方が優れていること、はい、言っちゃってください。これいいですか、うん、一番僕思ったのはやっぱ娯楽少ないですよ。あー、もうマジでそれ、マジで。雨の日マジみんな何してんだろうね。本当にこんなに雨季がさ長いバンクーバーで、うん、日本だったらさもうすぐカラオケ行こう、安かったりさ、うんうん、それできるじゃん。こっちではないじゃないか、うん、全然ない。そこマジどうしてんの、頼むよバンクーバーと。ちなみにあるとしたら何がある。チャッチーボーリング、上映後めちゃめちゃ汚くなる映画館。みんながね飲み散らかしたりして、あ、ね、まあ一応カラオケもあるけど、カラオケもあるね一応ね、まあ、まあ高かったり曲があんまりなかったりするからね。あとあれやトランポリンが一応ある。トランポリンがそう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 。まああとはね、まあ、普通の生活でもすごい不便。なるほど、はいはい。まずネット回線結構ゴミ、ネット回線ゴミ、ラッキーモバイル、ラッキーモバイル出ました、っていうのを使ってたんだけど、うん、英単語のアプリ、うん、隙間時間ダウンロード待ち。あ、もう英語の学習じゃなくて、うん、もう言ったってそんな、うん、本当にラッキーモバイル絶対使う。やばいやばいやばい。みんなね、あの英語が苦手な人、日本語で契約できるところを探しがち。携帯屋さん絶対使うな。止まらない止まらない止まらない男絶対使うな。はい、あとね回線だけじゃないですよ。なるほど、まだ出てくる。公衆トイレも全然ない。あー、それはねめちゃめちゃやだ。あのね、うん、なんていうの、そのさ、いきなりさ道で払いたくなることあるじゃん、あるあるある絶対に。あるある、それがないから、うん、マジでない。本当に勘弁してほしいよね。本当に、うん、これめっちゃ思う。俺もこっちの人だからおむつ履いてんちゃうかなと思う。いや履いてると思うよ、6枚くらいマジで、ね、マジで履いてないと俺どうしてんだろうと思うもん。俺思うよね、うん、こっちは日本の感覚ではないっていうのだけは覚えておいてほしい。いやもう本当に日本の感覚で、すいませんトイレ貸してくださいって言って貸してもらえるわけじゃないんだけどね。あと店の前にさノーパブリックウォッシュルームって書いてあるからさ、うん、使えないんだよね。だから、うん、使いたいならなんか買えよっていうことね。そういうことですね、うん、はい、あとあります、はい、コンビニエンスストアですよね。あ、いわゆるこっちではそれがないと。全然少ないね、うん、しかもまああるけど、まあ、品揃えがさまあまあ良くないと。良くないし、まあ、あるっちゃあるんだけどね。バチ高いし、ね、高いし、うん、そこをほんと勘弁してほしい。あと日本だったら早くて安いすき家とかがあるじゃん、うん、それがないよね。ないね、ほんとフードコート行ってマクドを使った、うん、そうね、クーポン使って、うん、もうまず500円を切ることはない、ね、うん、ない、まあ、あとはホームレスこっちめっちゃいる。なんか日本だとさ、なんかすごいみんながさあからさまにさ嫌がるじゃん、うん、こっちはさあんまりさ、うん、そういう嫌な感じ出さないよね。出さないね、なんならちょっと助けようとするよね。そう、ホームレスにすごい寛容みんな、うんうん、俺それが気に入らない。まあまあそうね、まあその人も好きで洗ってるわけじゃないかもしれないけどね、うんうん、なんかなんだろうな、まあ、助けてる人はいいんだけど、なんか何もしないけどなんか差別するなよみたいなのはちょっとこれ使うか分かんないわ。使っていかないと炎上しないから。あ、そうね、うん、じゃあ使うわ。まあこれも物価なんだけど、うん、まあ、一人暮らしのハードル高すぎる、うん、自分の完全なプライベートもう日本の、それは難しいんじゃないか。無理だよ。そうね、コンドになるからね、大体そういうの住むんだったら、うん、そう、タワマン、いわゆるタワマンってやつ、ね、うん、そうタワマンに住まないとそういうのはない、うん、そう、マジでそう、うん、うん、あの時間通りにマジで来ないね、こっち。はい、もう最悪です。電車とバス、はい、しかもあ、時間通りに俺間に合ったわと思ったらもうバス行ってますってとこあるから、うん、そう先に行くのだけはやめてほしい。そうマジで、うん、本当に遅れるならまだ、ね、遅れるならまだいい、うん、先に行ったらまたもっとまた仲いいやん、うん、
マジでやめてほしい、先に行くのだけは。店閉まんの早い。早い。ラーメン屋もさ、深夜3時とか2時までやってないよ。一番遅いとこでダンボの11時。あー、そっか、ダンボそうね、11時ぐらいまでやってるね、うん。あとは、あ、ね、これ知ってる？あの、こっち。でしょ、知らないでしょ。え、どう思う？いや、でもそれは俺ね、うん、夢に出てきた。あ、出てきた。うん。どんな、どうだった？いやー、もう、なんかね、潰されると思っちゃった。結構。あ、すごすぎ、でかくて。そうそうそう。それ、そういうのもあるんだけど、うん、でしょ？あの、病院が、こっち MSP で、うん、全員保険に入ろうみたいな。全員を助けようみたいな MSP 感じなのね、うん、だから MSP っていう保険制度があって、はい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 、みんなが無料で医療を受けられるっていうのをカナダのメリットに挙げている人すごく多いんですけど、はいはい、騙されちゃいけません。おっと、ライアーゲーム始まりました。これあの、はい、手術1年待ちです、うん、それはね、そうでしょ、うん、だから夢に出た。そうでしょ、びっくりした、うん、びっくりするよね、うん、だからマジで無料だからといって、うん、まず薬代と歯医者代は入ってないし、うん、手術もこの間ニュース見たんだけど、うん、1年待ちで実際、まあ、半年ぐらいでできてはいるんだって、はい、ほとんどしか諦めてるから、はいはいはい、手術を。でも半年待ち。だからね、永住したいと思ってる人はね、健康にだけは気を使ってね。いや、もう健康にだけは気を使って、青汁、グルコサミン、マンダ酵素で、はい、あの概要欄に貼ってあるんでね、そこから購入お願いします。ちゃんとここに全部画像つけて。え、これ携帯編集じゃなかったこの動画。あれ違う？あ、違うか。酒が決まった場所でしか飲めない。あー、もう最悪。俺もうね、これもうシュン。俺ね、言いたい。もうね、俺ね、夏の夜、歩き飲みっていうね、もう最高じゃない？あの夏の夜にさ、ちょっと涼むしかなんかの音聞きながらさ、友達とさ、プシッ歩きながら、ちょっと話しながらさ、飲みながら歩くのよ。光景が田舎だからさ、俺とリンクしないわ。だって田んぼ歩いてるやん、それ絶対。田んぼかなんか水源から用水路沿い歩いてるやん、それ絶対。やめろ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 。田舎もんしか共感できなかった。いや、でもいいんだよ本当に。あとはやっぱインフラ、道がすげえガタガタ、本当にスケボー移動するぐらい。最近買いましたからね。うん、見てください、これ怪我しました。バンクーバーのせいです。そんなに怪我とか言わんといても。大怪我しました。大怪我しました。あとはほとんど多分雪降らないせいか、雪降った時にバス全部止まる。あ、共感の声が。いや、なんかバスでしか学校に行けないので。ほとんど足りてないですよ。でそれこそさ、 SFU はさ、ダウンタウンが雨でもさ雪降ってんじゃないの。そうだよ、ボハンが言ってたでしょ、ボハンのインタビューで。うん、そうだよ。それどうなの、そのバスは大丈夫？バスが止まったら、あの授業休みです。そうです。もうじゃあ最後に思ったら、はい、はい、一番、うん、もうこれが正直決め手と言っても過言ではない、うん、うまい飯屋のもうレストランの数が東京とバンクーバーで比べても1000倍は違う。飯のために借りたいってあるか。マジで。これマジでそう。まあ星持ちのレストランが確か日本が一番多いんだよね。っていう感じで、これがね、まあ正直決め手だね。多分俺がこっちで日本の倍稼げるようになったとしても、うん、バンクーバーに住まないなって思う理由はそこ。僕も卒業してなんか考えたら多分日本にいるような気がします。もしかしたらトロントとかはもっと大きいからいろんな店とかがあるのかもしれないけど。うん、まあ、ちょっとね、バンクーバーはお金持てば持つほど多分他の都市に行きたくなるんじゃないかなってなんとなく思ってますよ。ないものねだりなのかもしれないけどね。まあそうね、うん、はい、ということで思い残すことないですか。ないですね、結局一番飯だったの僕も。ああ、やっぱりそう。ということでね、この動画を見てね、良かったなとも悪かったなとも思った人はね、とりあえずチャンネル登録、その後に高評価。はい、なんか賛同したら賛同したとかね、あの自分のところは全然違うよとか、バンクーバーもっといいところだよっていうね、それもね、もう書いてね、ちゃんと欲しいよね、うん、コメント欄に。はい、うん、ということで、あと2人のね、インスタグラム、あの文句は DM にね、あの書かないでください、むしろ。はい、はい、ということで、あのフォローだけお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。